こんにちは、衣装デザイナーの塩川夏子です。というわけでご覧の通り IKEA のバッグで服を作ってみます。このバッグは私も私物で1個持っててよく使ってるんですけど、衣装作ったらね、毎回撮影をしているんですけど、その撮影をするときに衣装とか靴とか入れて持っていくのにすごいちょうどよくて愛用している IKEA のバッグ。これはね、新品なんだけど。これが2つと、こういうやつ。これ、サイズ、なんだろう、L か、M かわかんないんだけど、これと、ちっちゃいのと、あ、これが一番大きいのかな？でかーい。全部で、4、5、6個。あ、6個しか買ってないのか。まあでも、大きいのいっぱい買ってるから足りるって思ったのかな？なんか、IKEA に行ったのが日曜日だったんですけど、結構ね、お客さんが多かったので、邪魔にならないようにね、さささって取って、パッてレジに行ったので、ちょっとね、あんまり考えきれてなかったかもしれないんだけど、これもね、結構でかいので、まあ、足りるんじゃないかなーって感じで、早速、作っていきます。はい、デザイン考えていきます。この、IKEA の袋が、まあ、素材がね、まあ、カジュアルというか、ちょっとね、荒々しい感じなので、なんかスポーティーとかカジュアルとか、例えば、こういうゆったりしたアウターとか合うんじゃないかなって思ったんですけど、前にタワレコの袋でこういう衣装を作ってて、なんかね、ちょっと雰囲気が似ちゃうんじゃないかなって思ったんですよ。で、前とはちょっと違う感じにしたいので、今回はアウターじゃなくて、あえてドレス系にしてみようかなって思ってます。スカートで、ロングだとちょっとね、着られてる感っていうか、なんか袋に入っちゃってる感みたいな、なっちゃいそうだから、足は見える感じにしたい。あ、カジュアルな要素も入れようかな。こういう感じの。こんな感じで、で、この紐こうとか、これは組み立てながらちょっとどこに入れるか考えたいんだけど、紐をつけたり、あと、こういうタグも、まあ、どっかにね、ワンポイントで入れれたりしたら可愛いかな、みたいな。場所はね、組み立ててからどこにつけるか考えようかなって感じなんだけど、まあ、こんな感じ。どうかな。で、この青いところだけを使うと、なんかレジャーシートで作ったみたいな感じになりそうだから、タグとか紐とかをね、飾りで入れて、IKEA だよって感じを出したい。こんな感じで作っていきます。はい、パターンができました。早速、この袋たちを裁断していきます。で、今回は、前みたいにね、布を切って、その上に貼って、みたいな感じじゃなくて、もう、これをね、継ぎはぎして、衣装をね、作りたいって思ってる。今までいろんな袋を衣装にしてきたんだけど、ちょっとね、やり方を変えてみようかなって。だから土台になる生地を、まあ、今回はね、用意してなくて、まあ、とりあえずね、ちっちゃいパーツは取れると思うので、取って、大きいパーツは、まあ、後からね、考えながらやっていきます。これを取って、取れた。かわいい。ということで、取っ手が取れたので、この端っこは使わないよね、というわけで、変な音を、こうして、こうやって、解体できました。全然映ってない。こんな感じです。これで、ようやく裁断できる。
この折り目とかさ、アイロンできないのかな。でもあえて折り目ついてた方がなんかイケアのバッグっぽいのかな、なんかワイルドな感じ。はい、小さいパーツは取れました。大きさ的にギリギリ足りないので、このバッグを継ぎはぎして、これ足りるぐらいの大きさにしないといけない。これどうやって解体しようかな。お、すごい、ちゃんと二重に縫ってある、丈夫になってる。平面になりました。ファスナー、これありだな。これ前につけるか、ちょっとデザインっていうか型紙変更して、このファスナーを正面に持ってこようと思います。はい、パターン引き直したので、あ、ここ足りない。そっか、これでなんとか大丈夫そうだね。よし、本来の普通の布だったら型紙が一番優先というか、途中でね、縮めるとか削るとかあんまりないと思うんだけど、今回はね、この布に限りがあるから、幅とかちょっと制限があるので、型紙をいじって足りるように調整して作っています。はい、というわけでここが前の中心になります。ってか今思ったんだけど、ここでさ、着脱できるようにしたいなと思ったんだけど、これ着脱できない、もしかして。そっか、こういうことか。こっちだけだったらこうやって着脱ができるんだけど、これがあるから上下閉まっちゃってるんだ。どうしよう、これ入れ替えたいんだけど、とりあえずこれ外しちゃおうかな。あー、でこうしたらここで開いて着脱ができる。これ2個あった方がさ可愛いけど、できた。こう上がこうやって開くじゃん、こうやって開くの。え、どういうこと。途中から開いて閉まるっていう謎のファスナーが完成した。まあ飾りとしてね、つけとこう。うん、かわいいね。はい、これ袖になるんだけど、この生地をこうやってこうくっつけようと思うんだけど、くっつけるときにね、じゃじゃーん。黄色い糸買ってみた。これジーンズステッチって言うんだけど、糸がね、結構太めのやつです。ステッチが映えるんじゃないかなーって思ってるんだけど、まあ、実際どうなるのかね、わかんないんだけど、やってみようかなーと思います。はい、縫えました。え、可愛いけどなんか変に目立っちゃうかな、どうかな。まあいい感じに仕上げるので、これでやっていきます。こうして、おー、これが袖になります。カットできました。というわけでね、組み立てていきます。じゃーん、襟がつきました。結構形綺麗くない。はい、袖もつきました。こんな感じ。この袖にゴムリブをつけるのと、ここにファスナーをつけます。はい、つきました。
ワンピースができました。こんな感じ。黄色いステッチもいい感じ。後ろなんだけど、このバストのところが結構ね、今ゆとりがある状態なので、この紐で編み上げて後ろキュッてできるようにしたいと思います。はい、できた。可愛いし、これがあるとモデルさんのサイズに合わせて調整ができるので衣装が綺麗に見えます。はい、そしたらこの紐とかをつけてイケア感を出していきます。どこにつけようかな。ここにこう垂らすとか。うん、可愛くない？バッグの持ち手みたいで。反対はね、こっちにバッグの持ち手がついてるから。え、可愛い？いいんじゃん。こういうの使えるかな。え、どうやってついてるっけ。こう、こうやってついてるのか。あ、こういう感じ。あ、可愛くない？で、この紐の縫い方なんだけど、もともとのバッグが四角の中にバッテンみたいな、こういう感じか、これとかはね、2本縫ってあるので、このどっちかの方法で縫い付けていこうと思います。縫い方を合わせることで、よりイケアのバッグ感が出るかなって思うので、縫い方も合わせていきます。も縫えました。じゃんじゃん。そしたらワンピースにもどこにつけようかな。あ、これをここにつけたい。こっちがいいかな。どこに置いたらさ、イケアっぽいかな。あ、こういう感じ。こっちがいいね。うん、かわいいね。ワンポイントになります。こっから、こんな感じで、つけようかな。かわいい。こうして、全然関係ないんだけどさ、チャンネル登録者数が今3万人超えて、ありがとうございます。で、質問コーナーをまたね、できればいいかなって今思っているんだけど、質問ね、募集を何でしようかなって思ってて、YouTube のコメント欄か、インスタのストーリーか、Twitter だったら、リプかハッシュタグとか、あと、マシュマロ。何が質問送りやすいですかね。よかったらコメント欄に教えてもらえると嬉しいです。で、10月ぐらいに3万人ありがとう記念で、質問コーナーをね、動画撮ろうかなーって思っているので、質問募集したらぜひ質問もらえたら嬉しいです。っていう感じで、こんなんでどうかな。うんうん、まあんまりね、この紐をねわちゃわちゃ入れすぎると逆にイケアの袋から遠ざかるような気もするので、まあ、これぐらいでちょうどいいんじゃないかなって思います。私的には。この紐を縫い付けていきます。はい、紐が縫えたので完成でーす。着せてみます。で、スカートが素材が硬くてパリッとしてるので、調整しないとね、もうこんな感じでもうピーンって広がっちゃうんですよ。もうこんな感じでちょっとね、折り目をつけてボリュームを抑えます。こんな感じで。そして上着合わせるとこんな感じでーす。かわいい。なんかこれなのかわかんないけどさ、ちょっとキョンシーみたいな感じするんだけど、なんでかな。タグが
お札に見えるのかな？めっちゃ可愛くない？斜めで見るとこんな感じです。人間が着用したらここに腕が通って肌が見えたり、これもね肩とかにパッてかかってくるので、やっぱりねトルソーで見るより人間が着た方が可愛く見えるかなって思います。モデルさんに着てもらうの楽しみ。後ろはこんな感じです。あ、これね急遽つけてみたタグ、可愛くない？かわいい。バッグの持ち手みたい。はい、着用するとこんな感じでーす。かわいい。はい、という感じで。イケアの袋で衣装を作ってみました。めっちゃ可愛いんだけど。こちらの衣装で撮影した写真はインスタに載せるので概要欄からぜひチェックしてみてください。また次回も面白い衣装や可愛い衣装の制作動画をアップしていくので、チャンネル登録をしてまた見に来てください。それでは、バイバーイ。